でも何でも行けみたいな。それ出したらもう酒飲ましてもう無理やり回せみたいなのをやってた。なるほど。結果的に捕まっちゃったんですね。レイザーレイザー。はい。いや僕最近ですね、ナンパ始めてまだまだペーペーですけど、気づいちゃったんですよ。どうやらこの世にはですね、いろんなナンパ師、ナンパ塾があるというですね、事実に気づいちゃった。ありますよ。あ、マジですか。池の子みたいな。大変ですね。あ、そうなんですね。いやなんかおかしいと思ったんですよね。なんかいろいろナンパ師によって声かけ違うし。そう、リーグファンみたいな。ありますよね。その辺もやっぱ精通されていらっしゃる。俺はもともと20人以上の。はい、あ、なるほど。今回ですね、あの本当視聴者の皆さんも気になってると思う、あのいろんなナンパ界隈の事情とかですね、はい、歴史とか相関図みたいなのですね、今回ぜひちょっと教えていただければと思います。はい、というわけで今日はですね、他のナンパ塾の事情、あとナンパの歴史について話します。今日の動画を見ればなんかナンパ界知ったような気になれるので、それ知っておくともうモテにもつながるんじゃないかと思います。やろう。ナンパって、はい、時代に応じてなんかいろいろ流行りがあったんですよ。例えば70年代80年代はまあ暴走族、はい、気合入ったやつらがナンパするみたいな、うん、はい、あと男だったらナンパぐらいしてなんぼだろうみたいな、昭和を引きずったような時代だったので、オラオラ系のナンパが結構主体だったので。あー、確かにイメージつきますね。大体軍人の息子孫だったので、家に一人軍人がいたので、確かに一台。そう、軍人張りのナンパをしてたわけですよ。なるほど。だからオラオラに全体寄ってたんですよ。なるほどなるほど、うん、その後に V 系とか入ってビジュアル系みたいな、ちょっとなんかホストとか鬼系みたいなのが入って、はい、でナンパ界隈もそういう V 系ミュージシャンの格好をした人たちが、うん、大体80年代後半から90年代にかけて来たと、うん、ただあいつらなんかあんま喋れないんだよね。こうやって格好つけてるだけでこうやって少してるだけで、はい、あんま喋れないとなると、はい、確かに喋るイメージないですね。そう、はい、そうするとその後にチャラい系の口回るやつが出てきたんですよ。そこからなんか、ね、同じ時代にイベサブームみたいなのが来てるんですね。はいはいはい。こう地方から東京に出てきたやつらが、うんうん、インカレとか入って、はい、のイベントサークル系のなんかこう飲み会でわーっつって、あーなるほどなるほど、みんな飲ましまくって、はい、回すみたいな、もうアホな連中が出てきて、はい、いやどれやばい、どれやばいっすね。はい、イベサー系の女口説きみたいな伝統を引き継いだナンパ塾とかもあったんですが、 RNA っていう、あーなるほどなるほど、リアルナンパアカデミーっていうのとかあったんですけど、もともとは日本で初めてのナンパ塾作ったのは、うん、はい、サンジさんということで1990年代に作ったんですよ。それは海賊の一味ですか。そうですよ。ちょっと書きますね。はい、まあ、ちょっとざっくり書きましたけど、まあ、先ほど言ったように70年代オラオラ系、まあ、軍人の息子たちが俺は好きなまま街を変えたりとか、80年代にボーイとかああいうバンド系の人たちが出てきて、そこからさらにそれを昇華させたのが V 系 で、はい、でそれが鬼ホスト系みたいな形でして、ね、あるあのナンパの一派を築き出したんですね、はい、で一方でこの V 系はあいつら歌詞ばっかり喋れんのとか、んでそれなんかチャラい連中が出てきて、八甲まであの女子高生ナンパするみたいな時代になったんですよ。ナンパ塾ってのはこの90年代にできたんですね。これ陰キャの連中はそんなにイベスはいけないわけですよ、うんうん、でもこいつらはもう大学でデビューしてとモテてみたいな感じでチャラさっていうのをこう学習できないかと、奴らはマニュアル作りとかできるんですよね。なるほど、なるほど、はい、奴らはそれを誰でも再現できるような形に落とし込もうとしてる、うん、それでできたのがナンパ塾なんです。それをこう高学歴の連中が移行してたんですよね。陰キャたちが俺たちもモテてるみたいな、はい、それがナンパ塾の始まりです。このチャラいのと鬼系の、はい、これをドッキングさせたのは RNA っていうリアルナンパアカデミーっていうナンパ塾で、はい、自分たちのブランド作ったりしたんですよ。でも V 系の格好させてこれで声かけてもブスでも何でもいけるみたいな、はいはい、で、連れ出したらもう酒飲ましてもう無理やり回せみたいなの、このイベサーの悪いノリをこの RNA っていうのをやったんです。なるほど。それで結果的に捕まっちゃったんですね。うんうん。でもこの文化は継承してたって感じですね。ほんでなんかね、2000年ぐらいにですね、フミトバンクってわけわかんないやつが出てきて、金融商品ですね。なんか陰キャすぎて突然変異したようなやつが出てきたんですよ。
あ、突然変異。これブログ世代ですね、この辺から。このサンジさんの時代はまだ紙にプリントアウトしたりとマニュアルを渡してるみたいな、はい、このフミットバンプって人がネットでちゃんとそういうのを大きく発信しだしたのが結構でかいですね、はい、でその後に出てきたのでこのフミットバンプで意味わかんないに近いんですけど、なんかナンパ大学生っていうシャオロンっていう人が関西で出てきて、はい、それぞれの流派のナンパ人が出てきたんですけど、はい、その同時期くらいにですね、海外からのナンパ技術がですね取り入れる連中が出てきて、カウンセリングとかも勉強してナンパに落とし込むみたいな、ちょっと自己啓発と、はい、心理技術みたいなのをこうちょっと気にかけられたんですね。このフミトバンクって人もこれ自己啓発系かなり入ってる、自己啓発の本を読んでナンパするっていう流れを作ったのはちょっとまあフミトバンク系なんですけど、陰キャとかもうほんとちょっと鬱の人たちも、はい、ナンパで人生変わるんだみたいなのを、うん、言い出したのがこの2000年とか2010年とか、あ、結構前からだからね。おお、なるほど。ただコロナでまたちょっとガラッと変わってきてて、はい、直で街に出てナンパするんやって、うんうん、まあ、Twitter とか SNS 使ってナンパする系のやつらが、はい、今すごい増えてて、アプリ攻略法みたいな、めっちゃありますよね。めちゃめちゃ出てきた、はい、でナンパはできんけど、そのアプリ攻略でメゾナン塾みたいな、アプリ塾みたいなのやってる人たちが、はい、ブワーンって増えて、はい、で逆にその人たちが箔をつけるためにナンパ始めるみたいなことにもなったりしてて、よくわかんないことだったんですね。はいはいはい、はい、今情報もすごい増えていて、海外へのこう関心っていうのもすごい高い、はい、まあ、一方で装飾家はなんかこの2000年ぐらいからまあ始まって、一般人男性の恋愛力はどんどん下がってるけど、ナンパ界隈の情報はすごい増えていて、この今二極化マジで、ざっくり説明するとこんな感じですわ。なるほど。マネージャーさん、大体の流れ分かったんですけど、うちの流れとしてはこれどういう感じなんですか、これ。うちはですね、いろんな流派、キャラクターの練習をして、はい、で伸びてきたやり方でやればいいんじゃないのみたいな。なるほど、なるほど。君の強みだよね、みたいな。ベース作った上で、なんかいろんなナンパ技術とかに組み合わせていきましょうってのが、うちの塾で。なんて画期的なんだ海外のも入れつつ、まあ、NLP とかもガッツリ入れてますけど。はい。っていうところですかね、うちは。なるほど、はい、ありがとうございますって感じでですね、まあいろんなナンパ塾、門叩くのもあれだと思うし、自分もやったんで、はい、その中で会う人を探すのもありかと思いますし、ぜひぜひそこら辺の世界に踏み入れてみてくださいって感じで、わしもナンパ道場にの門を叩く相手、私はこういうコメント、チャンネル登録お願いします。あとなんかこういう話おもろいな、ちょっとなんかもっと深く知りたいなって思った人はですね、 LINE 概要欄の公式 LINE にそこでもいろいろ話してるんで登録しておいてください。あと。